広島デビッドソンが入団会見。メジャー通算54本塁打の右の大砲。広島の新外国人、マット・デビッドソン内野手31、全アスレチックス参加者名、が26日、マツダスタジアムで入団会見に臨んだ。メジャー通算54本塁打の右の長距離砲は、スーツ姿で登場。とても興奮しています。日本で新たな旅が始まることを楽しみにしている。持ち味は打撃、長打力と経験豊富なところと、笑顔を浮かべつつ胸を張った。デビッドソンは、2013年にダイヤモンドバックスでメジャー初昇格を果たし、ホワイトソックス在籍時の17年は26本、18年は20本と2年連続で2桁本塁打を記録。昨季の 3A では86試合に出場して32本塁打、66打点で打率310と好成績を残した。イケメンやな。デビッドソンとアキーノは当たる。近年のイケメンやとスコット以来か。マクブルームもイケメンだろ。バードもイケメンやった。こんなダンディな顔して三振マンなのかよ。割とおっちゃんやしスペックはボアっぽいな。問題は守備。外すらくるくるは覚悟しとるから、の甘い球を高確率で捉えてくれたらええわ。そらイケメンで、しかも低打率だろうと年間ホームランに30本以上打てるならファンとしては最高なんやけどな。しかし、26歳27歳で26本塁打20本塁打したスター候補だったのにメジャーってこういう選手多いよね。大谷翔平ももうちょいしたら通用しなくなるんかな。これでメジャーでの投手の経験あるんだよな。いけるやん。スケットって大体イケメンかぽっちゃり系に分かれるけどカープはイケメンしか取らない。します。